何時？8時や。はいどうも。はいどうも、パテモス協会でございます。本日はまだシャワーも浴びてません。お風呂上がりにね、いっぱいやりたかったんですけど、仕事終わりにシャワー浴びてね。ただね、最近狂ったように歩いてますので、この後またね歩きに行くんで、まあそのためにね、本日はまだシャワーを浴びておりません。ちょっとこのね、不規則な、これメロンの香りがするやつなんですけど、あんまり美味しくないですね。普通です。普通の焼酎です。まあちょっと今のうちはね、ちょっとそういう時期なんですよ。ゲーム要素がありますんでね、レベル上げ時期なんでね、ちょっとこういう不規則なね歩き方してるんですけども、それもまああと 2,3 日で、あと2日ぐらいかな、とりあえず終わるんでね、一旦終わるんで、まあ、それさえ終われば、まあ毎日仕事終わりに20分ほど歩けばいいんじゃないかなと思ってます。というわけで乾杯。ただね、歩いているのがね、気持ちよくなってきちゃってます。というわけで本日は野田屋さんのおすすめ商品です。これマジパテモソ大好きです。これも、鴨です。アイガモスモーク、今回ね、自然解凍で1時間ほど置いときました。冷凍からね。で、あの購買クラゲね、昨日と一緒の男前豆腐の豆腐、はい、いただいております。まあ、まずは鴨からいただきましょうか。1時間ぐらいどうね、まだちょっと冷凍気味かなと思うけどな、1時間ぐらいやったら、まあ食べてるうちに溶けてくるでしょう。はい、いただきます。もう濃い。あ、ちょうどいいね。1時間ぐらいちょうどいいよ。中はちょっとシャルッとしてぐらい。極力ね、薄めに切るのがコツです。あんま分厚くしない方がいいです。まあ、貧乏性なぐらい、ちょっと薄めぐらいの感じの、これぐらいの厚み。冷凍なんでね、冷凍から、まあ、半合状態でね、切ってるんで、あの切りやすいんで。自然解凍1時間ええかもしれませんね。あの表面の油のところはね、周りの方が溶けてるんですよ。で、中の方がシャリッとしてるんですけど、こんな口の中の温度で溶ける感じ、油が染み込み出してくる感じはね、最高。冷凍なんにちょっと送料かかりますけど、なんかとまとめてね、これだってこれ5本ぐらい買ったから、まとめて買うのもいいの。カモいっぱい買うっていうのもありやと思いますよ。1個何本ぐらいで400円ぐらいちょうだから、これ1本ね、スーパーでもだって3、400円するでしょ、カモ。今日は仕事終わりにね、実家行きましたら、甥っ子はね、花火してました。もう花火で、花火が欲しいと、あの花火が欲しいんだ、線香花火が好きらしい地味やのお前っつってあとはもう上ビュンって飛んでいってバンってなるやつ、この住宅街のところでけへんとお前それ、まあ田んぼかちょっと、うちの駐車場ね、空き地みたいなところちょっと広いところあるんで、そこ行った時に やらへん言うて、で、とりあえずじゃあもうアマゾンでね、2000円ぐらいのレビュー評価のいい、2000円もしない、1500円ぐらいかな、花火ポチッといたりましたわ。来週は頭ぐらいに来ると思いますね。
まい。今日ね、銀行の住宅ローンの最終審査というか、保証会社のね、本契約の、本契約というかその審査、まあ、基本的にも仮の審査はもう通ってるんで、基本的にはもう通るんですけど、だってもう俺払ったから、着工金払ったから、ここで貸せませんぐらいで困んねんけど、もう今、コロナになったり、がんとかならん限りは多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、それはないでしょ、もう。うん、病院、維持でも病院行かへんもん。人間ドックも今月末で見つかったとしたって多分5月の最後ですよ。うん、でね、まあ、変動の30年ローンです。ローンは。月々支払いくらかちょっと分からんけど。で、保険に入ってもらわないといけないと。まあ、一つは普通の住宅ローンの保険、死んだ場合にチャラのやつ、うん、でもう一個はがんになった場合にローンがチャラになるやつ、で三つ目が三大疾病、いろいろありますよね、まあ、何かまでも詳しくわからないけど、それにかかった場合、脳梗塞とか多分そういうやつでしょ、うん、この3つありますと。で一番安いのはもちろん死んだ時にチャラになるやつ、まあ、その次はがんになった時にチャラになるやつです。で一番高いのが三大疾病のやつですと。どれにしますかと。そんな変わるんですかって、むちゃくちゃ変わりませんと。次1000円か2000円ぐらいの差ですと。一番安いのと一番高いのされたら多分 4,5,000 円ぐらい差があると思うんですよ、多分ね。でもちゃんと詳しく聞いてないよ、金額は。でも怖いのは、死んだら別にもええやん、死ぬ分にはもうチャラなんて言われたらええやん。でも生きてて病気で払い続けなあかん方がしんどいやん。脳ドックは行ってるんで、もしかしたら脳梗塞とかは大丈夫かもしれない。まあ、これは分からへん。ね。うん。でも、がんはなるやろ。大体がんなるでしょ。うん。大体がんなると思ってるんですよ、いずれ。まあ、最後までがんならへん人もいるかもしれんけど、まあなるでしょう。死因の原因としては多いんじゃない？事故とか怪我とかで死なん限りは、うん、だしがんにしといてくださいと。でがんってどんなやつ行くんですかと。上皮がんわかんねえって。全部上皮がんに言っても軽くピッて切って終わるやつ、ステージ1とかステージ2ぐらいの話だから、それはダメねんて。でもその一般的に死因として一番多い肺がんとかね、胃がんとか、大腸がんも多分いけない、肝臓がんとか膵臓がんとかね、その辺になってしまったらまあもうチャラですよ。だって怖いのはやっぱその辺でしょ。うん、俺が勝手に思っていいよね、この辺が一番怖いよと。まけに治る害にあったら別に払たさらけんじゃから払ったら払えから、ちょっとやばい癌になった時にどうしようってなんやから、それにかかった場合になった場合にチャラにしてくれる方がいいや思ってさ、うん、いやこれだあれもやってるんですよ、終身じゃないわ、あのなんていうの、払い切りのやつ、うん、10年で払い切ろうと思ってる保険も一応それなんですよ。俺が癌になったらチャラなんですよ。だから
俺が癌になりたくないけども癌になったら保険も大丈夫やし、生命保険では医療保険ね、医療保険もチャラになるし、住宅ローンもチャラになるということにねしとこうかなと思ってます。あと10年間ほどは住宅のあの支援、住宅支援金やったっけねってあるよね、それも受けられるんで、その俺はちょっと急いで返した方がいいかなと思ったんやけど、いやこれで税金免除される間は、10年間普通にローン払おうかなと、友達曰くそのローン払ってる間に貯蓄しときゃええんやと、なんなら運用とかしてね、またこういうところのこの建物の不動産を、無理してお金払ってね返すより、こういう不動産運用とかお金を資金運用をして、この10年間で貯めてそこから返した方がいいんじゃないのかなってアドバイスもいただきましたんで、もうちょっとだったらもうちょっと借りときゃよかったな思ってんか、結構ギリギリで借りたんで私ね、もう貯金がね命ですよ、俺の今までの命、寿命を捧げた点数ポイントが口座なんだかですよ今まで、何年で貯めてるの、俺貯めたの人もまあ20年は貯めてないからね、その貯めた十数年で貯めた俺の命のポイント、ライフポイントがもうみるみる減っていくよな。この間着工金もらったし、もうその前には土地の金も払ったしさ、まあいいんやけどね、ライフポイントやからもう最終的に貯めたもんもゼロになるまで使う、ゼロっていうわけにはいかんけど、まあゼロに近くぐらいね、あの俺の後始末代だけ置いて死ねたらええから、減るのは当たり前やけどやっぱ切ないよな、でっかい金が急に減っていくって、こんなにもお金ってすぐなくなんやと、思っておる今日この頃でございます。はい、まあ、というわけでパテモスをこの後もウォーキング行きたいと思いますので、軽く飲んでタイガー&バーニー第2部でも見ながらその時を待ちたいと思います。というわけで皆様、週の中日、でも中日今日何曜日、あ、水曜日、週の中日お疲れ様でございました。あと半分頑張りくださいませ。ほな。